凍てつく荒野のカダッス、と呼ばれ、他にも、未知なる、忘れ去られた、と称されるドリームランドの山。連高原の遥か北にあり、山頂にはインクアノクの石切り場から採石された島メノウで作られた城がそびえ立つ。島メノウの城は地球本来の神がナイアーラトテップの庇護の下で居城として使用しており、連高原にほど近い、インクアノク。ではそれら地球の神の血を引く末裔が暮らしている。夢見人ランドルフ・カーターが目にしたところによると、カダッス山頂の城は冒涜的なまでに巨大で、全体が暗闇に包まれているという。カダッスの存在する場所については諸説あり、ネクロノミコンの中では中央アジアの高原モンゴル近くに位置するとされ、一方で南極にある未知の山脈に位置するという説もある。